ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。皆さんこんばんは、小川梨沙です。今日はフレッシュなホップを使ったこちら晴れ晴れゴールデンをご紹介します。まずはついていきましょう。ホップアップビール、晴れ晴れゴールデン。パッケージがすごいポップで可愛いですよね。お腹い鹿かなんだ、鳥わしかな。ホップの絵もいっぱい載ってます。ものすごくホップの香りが強いです。青々しい香りがする。以前にあのロマンチック村ブルワリーの時にも紹介していたんですけれども、これはフレッシュなホップ、生ホップを使ったビールです。普通はホップを取って乾燥させて、それを粉砕して、でペレット状っていう、なんかこのぐらいちっちゃくしたペースト状にして、ペレット状にしてるのかな、そうやって加工して使うんですけれども、これは取れたホップをすぐにそのまま乾燥させずに冷凍して、それを粉砕して使ってます。なのでフレッシュなホップの香りがそのまま残っているビールなんです。泡立ちもすごいもっちりとしています。では本日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー、すーごい鼻から抜けていく香りも、もうすごいホップ畑の香りがします。ホップ畑行ったことないけど、多分こんな香りだと思います。やっぱそのままのホップの生感がすごいありますね。ホップは京都府与謝野で採れたホップ、それからアメリカのホップを使ってありますね。麦芽は大麦麦芽と小麦麦芽も入ってる。アルコール度数は 5%。 京都の与謝野でホップを作ってるんですよ。そしてそのホップで仕込んであるから、もう本当にフレッシュなホップ畑で採れたばかりのホップで仕込んだビールです。色はちょっと濁った色合いをしていますね。ほんのり白っぽいような、そんな色合いのビールです。そしてこのフレッシュホップビールに合わせて、今日はこんなおつまみをご用意しました。野崎の山形県産牛コンビーフ。これね、リッチなんですよ。800円ぐらいしたんだったっけな。コンビーフにしてはなかなかのリッチなやつです。これをね、ご飯にのっけて食べようかなと思います。赤い、すごく赤い。あー、綺麗な色。こんな感じです。まずはじゃあこのまま食べてみましょう。ではいただきます。うまっ。すごい肉の旨味がギュッとギュッと詰まって、この脂のりがすごい良くて、口の上で、舌の上でこうとろっと溶けていく感じ。あー、リッチな味がする。あー、肉とビール合う。最近習ったんですけど、ビールと食べ物のペアリングの時って味覚って合わせるとすごい合わせやすいっていうのを聞きました。そして肉とビールってすごい合うっていうのもちゃんと理屈があって、肉の旨味成分、これがビールにすごい合うんですって。ビールの苦味と旨味がうまく調和しているんだそうです。じゃあちょっとご飯にのっけていただきます。おかゆをね、最近よく作るので、おかゆにのっけていただきます。美味しそう、ね、卵も入れてるので、ちょっとその卵とね、相性もいいんじゃないでしょうか。もうのっけただけで生唾出ちゃう。はい、もうこれ絶対美味しいやついただきます。このまま単体で食べても美味しかったんですけど、この油があったかいご飯にのっけることによって、ふわっととろっと溶けていって、またより美味しくなりました。そしてビール。あー、うまい。これも永遠に
ちょっと食べ続けられるぐらいの。これは美味しい。普通のコンビーフももちろん美味しいんだけど、なんだろう、直接食べ比べしてるわけじゃないんだけれども、なんかもっと旨味が強いような気がします。美味しい。これ旨味がきっと本当に凝縮されてます。うまい。笑っちゃうぐらいうまい。あー美味しかった。フレッシュホップビールは期間限定で楽しめるビールです。いろんなあのクラフトビールのお店とか醸造所とか出してるんですけど、だいたいホップ収穫できるのが、まあ、8月、9月、10月とか地域によってちょっと変わるけど、だいたいそのぐらいです。そこから仕込むので、フレッシュホップビールが出始めるのが早くて9月、9、10、11月ぐらい、この3ヶ月ぐらい限定でフレッシュなホップのビールは楽しめます。もうすぐ終わっちゃうかな、もうすぐ期間終わっちゃうかもしれないけど、ぜひですね、まだ残っているフレッシュホップビール見つけたら飲んでみてください。毎年ね、この時期になるといろんなところが出してくるので、ぜひぜひこのホップの生の味わいっていうのを試してみてほしいなと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして高評価とコメントもお待ちしております。皆さんは今年フレッシュホップビール飲みましたか？どんなのを飲みましたか？教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。